まあ、入ってない。予選で優勝したのはどれくらいぶりになりますか？この前に。この前に。この前に。中部の予選があって、うん、その時にも優勝させてもらって。すげえじゃん。優勝させてもらったんじゃない？優勝したんだよそれ。よく言っちゃうけどね、優勝させてもらったっていう。あれなんですよ。連続なんですよ。連続だよね。はい、中部関東ですごくね。すげえな。無敵じゃん。やべえじゃん。本当に嬉しいです。ふにゃふにゃしてる。すごいね。でもさ、どっちでも3番ずつだからさ、決まるわけじゃないから大変だよね。またね、手続けなきゃいけないからね、もう手綱を緩めず国技館目指してほしいんですけど、今年調子がいいスタート続いてますから、ぜひぜひこの後も頑張ってください。ありがとうございます。こんな素朴な子なんだね、びっくりしちゃうね。残り5分、おめでとうございます。見えました。おめでとう。そしてジャッジャーからのお友達でいただきたいところだったんですけど、代表してブラザーモブさんからで、ね、いいですか？すいません、タクヤとカザネの言いたいことも全部含めて言ってください。いや、いいジャッジだったよ、2人を。どういう、でもほとんど割れたよね。うん、まあ、俺が判定上げたりしてるんだけど、すごいよね。でも、まあ、それはだからあれだからね、別に見えてないとこが見えてたりするから、うん、この子たちよりちょっと先輩だったりして、うん、だからそういう意味で上げたりもしてるから、だから気にしないでね、本当に勝敗はまたジャッジで変わるってことで、誰が正解ってわけでもない、はい、あの相談の時の予選の相談の時も割れてたから、結構割れてました。そうそうそう、だから本当にみんなそういうところは分かっといて、で今日俺はなんか意識が高いんですよね、最近ダンス楽しくて、ボム自身が、だからすごい見え方がすごいクリアで、今日はもうとりあえず、まあいろんな先輩もいるけど、踊ってるかどうかみたいなところで、やっぱストリートダンスバトルだから、だからテクニックだけじゃやっぱり乗れないから、あの今日ジャッジ見てた人、こう俺らが見てる時に、俺らを見てた人は分かると思うけど、いい踊りの時は俺らめっちゃ首動かしてて、って分かる。3人ともこう動いてんなとか思って、普通に合わせてないよ、あみんなやってるからとかやってないよ、自然とね。でやっぱりこうなんか気持ちだけいっちゃって音楽置いてけぼりだと、やっぱり首が止まる、こっちの、うん、だからやっぱりこういう乗せる踊りの前にお乗り、お乗り、お乗りなさいみたいな、お乗りなよみたいな、乗りを丁寧にしたってこと、ね、そうそう、お乗りなみたいな、まずお乗りみたいな、リズムに踊りなさい、まずお乗りなさいから踊りなさいみたいな、なるほど、うん、で音取りなさいみたいな。僕はさ、うん、子供に対して話すのが上手だよね。いや親を笑かそうとしてんだけど、本当に踊りの前に乗り、まず乗ろうよみたいな。だから俺ジャッジムーブした時、みんな乗せようと頑張ったけど無理だった。やっぱ観察しちゃうとダンス面白くないよ。やっぱ乗ってみるもの、乗ってみたら全てが分かる。乗ってみないと、あそこは今のミスったとか、そういう細かい見方になる。それジャッジがやればいいじゃん。お客さんは純粋にダンスを楽しむ。音楽聴いて乗らないってことは、もうそれ音楽聴いてないのと一緒じゃん。コンビニ入って音楽流れて、なんつうんだろうな、あ、いやこれちょっと違う理論なの、大丈夫、時間、はい、大丈夫ですよ。ダンサー音聞きすぎ、今、なるほど、めちゃめちゃ感じすぎてるから違和感、俺からしたら振り付けみたいにソロ踊っちゃってる。あれゲッツンドンチャンチクツンパンパンみたいな、それは振りを作る時でいいや。なるほどね。こういう即興の時は本当もう感じて、まあ、こんな感じみたいな、それが大事。なんでダンスする時だけ急に、じゃあお前らクラブ入った時いきなりガチャンフーってなんの。普通にまずこう、いやいやいや、聞こえてくる、自然に聞こえてくるものが、まず普通にこうなるじゃん、いやいやいや、それで、それプラスプロの聞き方、うん、これを同時にやるっていう、うん、流しながらめっちゃ聞くみたいな、これむずいんだよこれ。挑戦中なんだけど、でも本当に達人ができるから、これが、うん、何気ないダンスでもうめちゃかっこいいし決まってるし、もう本当になんかうさんくさくなってるのが最近のキッズダンスシーン、うん、ちょっと音の取り方、なんかスキル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 って超ツイッターに言ってたけどね、昔。若い頃は僕も若いな、俺もまあまあ20代後半はね、うん、だけど彼女みゆちゃん、みゆちゃん初めて見たかな俺ダンス自体、わかんないけど YouTube とかで見たことあるかもしれないけど、
めちゃめちゃダンスがうまい。とりあえずずば抜けてたんじゃないかな、もうダンスフィーリングが。だからそういう部分で乗せられちゃったわけで、踊りがあってスキルがあって、で相手も威嚇もうまいからバトラーって感じだけど、自然だった。ナチュラルっていうことはすごい一番難しいから、まず皆さんだからお乗りなさいよ、お乗りよお乗りがみんな大事ね。日本だけだよマジで、あのバトルとかこうやって見てる客ばっか、ダメだよ。見てる方が乗らなきゃダメ、見てる方がイエーイ、どんな夕方サーブだって周りこんなんだよそうね、本人たちはもうこんな感じなんだけど、うん、ここがだから盛り上がってんだよ、ね、そう。でも日本人みんなジーみたいな、これは世界から見たらなんだこの国みたいな、全然ダンス分かってないよって思われるよ、うん、見てる方がダンスうまくここに出てるやつよりもこう乗ってるやつの方がやばいみたいな、そういう世界になってほしいかな。だからもっと お乗りなさいって感じで今日は、はい、で乗ってたやつが上がったってことだし、です。テクニックだけでいったやつはやっぱり乗せれない、共感させるものだからねダンスは。はい、じゃあそんなゆうちゃんがいい例ですよね、だからチャンピオンがね、共感させてびっくりさせて遊んでた、音で遊んでた、うん、みんなは遊ばなきゃみたいな感じになってたかな、うん、そんな感じ。まあ全部できるわけじゃないんだけど、俺も言ってるだけやってみたいよね、みんな頑張りましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私だけでも聞きたいと思ったんだけどね、ごめんね、ありがとう。さあということで、すみません。